よし、これとこれを食べます。いただきます。あっち、すげえ、目覚ましが。君はもう大丈夫だから自信持って生きていきなさいって言われたみたいに超拡大解釈しています。私はその都度ちょっと会釈する程度なんですが、内心ではありがとうございます、ありがとうございます、本当にありがとうございますと量販店の店員さんがハンドマイクで叫ぶみたいに、読者は積極的で行動力のある勇気に効果を持っています。よし。